世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回はですね、救急車の出動件数がテーマです。千葉市がですね、先日2022年去年の救急車の年間の出動件数ということで公表がありました。で、このテーマはですね、僕も何度か取り上げてきたんですけれども、今回は今まで取り上げてこなかったね、スポットライトを当ててこなかったところにもね、なんでこの救急車が増えているのか、意外なね、理由も見えてきましたんでね、お伝えしたいと思います。はい、こちらがですね、先日千葉市が公表した令和4年、去年の2022年の救急車のね、出動件数、概数値ではね、ありますけどね、まあ速報値という感じでしょうか。で、1月から12月までね、まあ、こんな感じでね、1月5600件、2月4900件という感じで、並んでおります。まあこれだけ見てもね、多いのか少ないのか、わからないところではありますが、で、先日ね、12月まで公表が終わりまして、1年間合計で、千葉市で、救急車が66,892回ですね、出動したと。注目はここですね。じゃ、去年どうだったのかね。去年が 55,564 人ですから、なんとですね、これは皆さんね、びっくりですよね。11,328 件ね、出動件数がもうめちゃくちゃ増えたわけですよ。すごい増え方ですね。で、千葉市のですね、いいところは、じゃあこの救急車が出動した件数がですね、ありますけれども、その内訳ですね。なんで救急車が出動したのか。火事なのか、ね、交通事故なのか、ね、運動中の怪我なのか、ね、一般負傷なのか、ね、自損行為なのかとかね。そして急病なのか。まあ、様々なね、理由までわかるというところがね、まあ、素晴らしいなと思うんですね。で、これまでお伝えしてきた通りですね。まあ、ポイントは、最大のポイントは急病ですよ。はい。急病が、1年間で、46,136 件だったんですね。で、隣が2021年ですね。はい。ここは2022年。11,620 件。急病による出動件数がね、もうめちゃくちゃ増えたわけですね。でね、ここでね、もうピンと来て欲しいなというところなんですけど、この11,000という数字と、こちらのね、全体で救急車がね、増えたのも11,000でしたね。で、内訳見ても11,000ちょっとなんですよ。だから、まあこれね、一つの結論ですけれども、救急車が増えた理由ね、もう急病が増えた。もうそれにね、もう間違いないと。同じだけ増えてるんですから、急病が増えたことでね、出動件数全体もね、押し上げた。まあ、これが言えるわけですけれども、ここでですね、じゃあ、急病がね、増えるのは、まあ、高齢化とかね、してるから、当たり前じゃないかってね、思う方も中にはいらっしゃるかもしれないんでね、前年との比較だけではなくてね、もうちょっと遡って、過去5年間のですね、グラフを作りました。はい、こちらです。でね、僕ちょっとね、意地悪なんで、2022年はね、まだここに出していないんですけれども、ちょっと見ていきましょう。はい。救急車ですね。千葉市の救急車で、急病のみのグラフでございます。2018年が水色。水色、ここですね。ここですね。はい。こんな感じですね。はい。やっぱね、夏場にね、ちょっと増えるっていう傾向がね、毎年ありそうですね。で、代々が2019年ですね。ここですね。はい。はい。まあ一応ね、水色と代々比べて重なってますよね。だから、高齢化等がね、進んでるとはいえ、うん。まあ毎年毎年どんどん増えるというわけでもなさそうだと。で、灰色がですね、コロナ元年でもあった2020年。はい、ここですね。この年はね、全体的に少なめですよね。そして黄色が2021年ですね。ここですね。どうでしょう皆さん。もうほぼ4年ね。こうもう密集してますよね。高齢化が進む中で救急車のね、急病の出動件数でこんな感じなんですよ。毎年早々変わるもんではないというのはね、わかりますよね。それでは2022年のグラフを出します。こちらです。
おかしくないですか？過去4年こんな感じですよ。2022年ね。もう重なることなくね。もう勝手にグラフがやらさせてもらってますっていう感じ。で、こう言うとですね。もう必ずね、コロナでしょって。すぐコロナのせいにする方がね、いらっしゃるんですけど、僕は最近これをね、コロナだから仕方ない病って思ってます。もうちょっとね、正直ね、病的だなと思っててね、まあ、国民全体これにかかっちゃってると思うんですけど、もうコロナだからね、もうしょうがないんだと、我慢しなきゃいけないんだってね、もう何もかもコロナのせいにして、そして仕方ないなと、ね、みんなでなんとか耐えてね、乗り切るしかないんだと、ね、我慢大会しなきゃいけないんだって、風潮がね、僕は理解できない人間なんでね、そう、こういうの言っておかないと、救急車がすごいだけ、あるいはね、僕がね、日々更新してる、死者がものすごい増えてるっていうことだけ伝えると、なぜか、コロナがやっぱ怖いんですねっていう風にね、考えてしまう方がいらっしゃるようなので、コロナじゃないっていうこともちょっとね、伝えていきたいと思うんですね。まあ、先ほどのグラフですけれども、例えばね、まあ、いろんな切り口でお話できますが、例えば、じゃあ、2022年の5月、6月、10月あたりって、まあ、それほどですね、比較的コロナが流行っていなかった時期なんですね。こう全国的にも、ね、千葉市でもそうだったはずですよ。なのにですよ、皆さんね。うん、5月、6月、ね、前の4年より、かなり増えてますよね。10月、増えてますよね。そんなにコロナが流行っていなかった時期でも、急病、増えてますからね。そしてね、一応触れておくと、まあ、7月、8月が、第7波のね、波が来ていましたんで、コロナが一つの要因にはね、なっているんじゃないかなと、僕も思いますよ。あるいは12月もね、コロナがね、流行っていたということで、かなり増えていますけれども、コロナも一つの要因であろうかと思います。でもですよ、5、6、10みたいに、コロナがそれほど流行っていなかった時でも、救急車、急病が増えている。まあ、おそらくですね、市民がすごい不健康な状態にね、慢性的じゃないですか、これね。なってんじゃないかと。コロナがね、流行ってる、流行ってないに限らず、急病の出動件数が過去4年と比べてね、すごく多いんですから。で、まあ、今日のテーマはね、ここからです。意外な理由と言いましたね。救急車のね、急病が増えている。まあ、これは意外ではないですね。ずっと僕も伝えてきましたんで。今回は、そこではないところにもちょっと注目してみたいと思うんですね。どこかっていうと、ここですね。一般負傷。はい。まあ、一般負傷もね、僕もね、毎月見てきましたけれども、まあ、ちょっと増えてるなっていうのはね、毎月毎月感じるんですよ。まあ、ところがですね、やっぱり、年間って見ると、まあ、結構な増加が見られましたよ。一般負傷。2022年の合計が9131件で、前年が7910件だったんですね。で、1221件増えている。これもね、かなりの増加だと思うんですね。で、一応ですね、さっきみたいにね、過去5年分もね、見てみましょう。はい、こんな感じです。千葉市の救急車の出動件数、一般負傷のみ。はい、2018年が8200。ね、2019年が8287。2020年が7800。2021年が7900ですから、もうほぼね、8000前後じゃないですか。かなり安定した数字はね、出てますね。だから高齢化してるからね、どんどん増えていくっていうわけでもなさそうじゃないですか。で、2022が9131ですよ。これね、僕もね、解釈どうしたらいいかっていうところなんですけど、解釈っていうのはコロナとね、この一般負傷がね、関係があるのかどうかね、皆さんぜひね、教えてください。もしね、コロナが増えるとね、一般負傷も増えるみたいな、そういう理屈がね、成り立つんであればね、教えてほしいなと思うんですけど、まあ僕が思うには、さっきもそうですけどね、コロナだけじゃないと思うんで、なんかですね、やっぱり市民全体が不健康な状態になってるんじゃないかなってね、まあ、僕は思うんですよ。で、以前ね、こういうテーマでも動画出しましたけど、これは全国の死者数のうちですね、死因が転倒、転落、墜落で亡くなった方の月ごとのね、そして年別の
人数なんですけれども、まだ2022年のね9月以降がわからないんで、とりあえず上半期だけねまとめたものなんですけれども、まあ、注目はですね、例えば2月ですね、2018年、2019年、2020年、2021年がだいたい800件前後で推移しているのに、2022年がねぴょこっとこの死因がね、転倒、転落、墜落が増えてるじゃないですか。3月もそうですね。過去4年に比べてね、ぴょこんと飛び出てますよね。はい。まあ1月はそうでもなかったですね。で、まあ4、5、6と、全4年と比べるとね、この転倒、転落、墜落がね、増えてる傾向があると。まあ、これは減少なのでね、何か原因があるはずなんですけど、何なんでしょうかね、一体ね。まあ僕はね、これ見てね、国民がね、まあフラフラしてしまってる、すごい不健康な状態にね、何らかの理由でね、なってるんじゃないかなってね、思うんですけど、皆さんはどうお考えでしょうか。で、こちらはですね、以前動画でも取り上げましたんで、転倒、転落、墜落、まあ、このあたりについてね、もうちょっと知りたいという方は、こちらの動画見ていただければと思います。国民がですね、もうすごい不健康な状態にあるように僕は思うんですけれども、もう何でもかんでもコロナにのね、せいにするのをね、ちょっと待ってもらえませんかね。他に理由があるんじゃないかなっていうこともね、確定的なものがあるわけじゃないけれども、ちょっとみんなで考えないと本当にまずいと思うんですね。その参考になればという思いで、こちらの動画、まだ見たことがないという方ね、この動画は削除されるかもしれません。日本人全員消される前に見てください。すべて今年起きた事実ですということで、事実のみをね、グラフにした、まあ、衝撃的なグラフがありますんで、こちらまだ見てない方、ぜひ見てください。そしてですね、YouTube ではね、発信に限界がありましてね、もうすぐ消されてしまいますんで、ニコニコチャンネルプラスで僕はね、毎月1回本気のライブ配信しております。資料をたくさん集めて皆さんに公開をしている、そんなライブ配信が今回は1月の21日、第3土曜日にね、基本的にやってるんですけど、20時から行いますんでね、動画の説明欄にリンク貼っておきますんで、興味ある方、一緒にこの時間ね、過ごしていただければと思います。そして次の日、1月22日はですね、私、講演がございます。はい、こちらなんとね、千葉県の白子町、長南町、長良町のね、町の事業というね、スタンスの中で私がね、なぜか講演をさせていただけることになりました。テーマはね、コロナっていうことよりもね、まあそれも若干お話出るとは思いますが、まあ少子化等がね、住むね、こういう僕の住むね、田舎町においてね、どうやって人口問題とか少子化問題にね、取り組んでいったらいいか、まあ、そのあたりのお話をしたいと思っております。こちらですね、3つの町にねお住まいでない方も参加できるようになっておりますんで、このね町の外から参加してくださる方はね、長南町こちらの電話番号までね参加希望ですと、藤江のね YouTube 見て、知りました、参加希望ですということでねおっしゃっていただければと思います。それでは今回は以上です。藤江でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。